こんばんは、中村さん。よろしくお願いします。今はニューヨークにおりまして、国連本部に向かっている道中です。第2回の締約国会議ですけれども、これまでずっと会議の様子などもウォッチされてこられて、何をやはり一番期待しますか？やっぱりこの条約の一番の課題になっているのは、核を持っている、あるいは核抑止に頼っている国々が、いかにこの条約で核兵器をこう禁止していくっていうところに、実効性を持たせていくかというところだと思うので、そういったところに関して、各国が、知見を持ち合わせて、どういったことがこう議論されるのか、ここは特に注目していきたいなというふうに思っておりまして、で、それからもう一点、やっぱりこの条約っていうのは、当事者の人たちの声っていうのが元に作られていて、市民の方々が非常にこう、議論に参加しやすい枠組みになっているので、特に条約の第6条と7条で定められているところの核被害者の援助であったりだとか、環境修復に関するようなワーキングペーパーであったりだとか、そういった論点というのが非常に多く見受けられているので、そこに関して、特に国際信託基金であったりだとか、そういったところが今回のこの第2回目の締約国会議で集められるポイントかなというふうに思うんですけれども、世界中にいる核の被害者の人たちへの援助がよりこう、充実したものになっていくといいなというふうに思っています。核兵器禁止条約が成立した、そして発効したっていうことが、多くの金融機関などにも、影響を与えたようですけれども、そのあたりは中村さん、何か情報やご存知のこととかありますか？今回の2回目の締約国会議に、イタリアの銀行が主導する形で、そういうのをダイベストメントを掲げている銀行の連盟によるワーキングペーパーというのが一つ提出をされておりまして、それらの銀行を全て合わせると、1兆ドル規模の、経済圏になるんですけれども、この核軍縮っていう分野が非常に進捗を出すのが難しい分野において、10年ぐらい前は、12位ぐらいの、銀行しか、ダイベストメントということを宣言していなかったんですけれども、現在はそれがもう100を超えるぐらいの銀行が、核産業には投資をしないということで、ダイベストメントを宣言しているという中で、なかなかその核軍縮が進んでいるんだというところをこう実数で示すところが難しいんですけれども、このダイベストメントにおいては数でしっかりと示せるのが、一つ、いい流れ、いい機運を作ってくれるんじゃないかなと思っています。まさに今回の第2回は、ウィーン行動計画の進捗状況などを改めて協議するということですけども、世界の状況を見渡してみると、ウクライナ、ロシアの問題だけじゃなくて、今回はまさにパレスチナ、イスラエルの問題などもあって、非常にこう世界の動向は混沌としているところもあると思うんですよね。そのあたりへの危機感は、中村さんご自身、核廃絶を訴えてきた中でどう感じてますか？そうですね。各所でも言われている通り、核の脅威というものが、戦後一番高まっている時期なんじゃないかということは、今言われておりまして、本当おっしゃっていただいた通り、ロシアのウクライナ侵攻の中で、ロシアの核兵器が使われるかもしれない、あるいは、ロシアの核兵器がベラルーシに、配備されたとか、あるいは、イスラエル・パレスチナの問題で、そのイスラエルの大臣が核兵器の使用がオプションとしてあるとか、そういった発言がこう出てきてしまうということ自体が非常に危うい。で、核兵器って本当に一度使われてしまえば取り返しのつかないものであって、個人の判断で、世界中に影響を及ぼしうるような、そういった兵器だからこそ、こう、他の通常兵器とはこう区分して大量破壊兵器というふうに言われるんでしょうけれども、そういったものをこう、どうやったら使わないように、私たちが、規範的なアプローチというふうに言われますけれども、使ってはいけないんだっていう機運を高めていけるか、使うこと、持つこと自体が恥の象徴になるような、空気感っていうのをより一層作っていかないなと思っています。うん、そうした中で、日本は政府としては結局、第2回も参加はしません。広島、長崎の首長は参加します。この現状、どう見てますか？現地に来てやっぱり改めて思うのは、これだけ核軍縮に積極的にいろいろな国々が力を合わせて取り組んでいる中で、日本の存在感というのがどん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 薄まって
ってきているような、日本ができる役割っていうのが遅くなってしまえばなるほど、そこのこう日本だからこそ、唯一の戦争被爆国だからこそ、こう発信できる、あるいはこう共有できる知見というものがなくなっていってしまうんじゃないかなということは感じておりまして、日本政府以外、日本のメディアであったりだとか、日本の市民は多く参加しているんですけれども、やはり私たちはあくまで市民なので、意思決定の場に直接こう議論に参加することはできないという中で、日本政府が私たちの声を本来であれば民主主義の中で代弁してくれるのが理想的なんですけれども、それが実現されないというところが何ともこう歯がゆい思いをしています。ニューヨークに来て今感じたことっていうのはどんなことだったんですか？まあ、そうですね。核被害者の援助であったりだとか、環境修復に関するポイントが非常に多く、今回はワーキングペーパーでもそうですし、会議の中でも論点として挙げられているんですけれども、まあ、そういった中で日本は本当に実践で核兵器が使われている唯一の国であり、なおかつこう戦後の復興の過程の中で完全ではなかったかもしれないですけれども、被害者への援助ということが枠組みとしてあった国なので、そこの部分は日本が提供できたらよかった、あるいは提供するべきであった知見というのは非常に多くあったかと思うんですけれども、そういったところをこう抜きにして、それのこう国々がもうすでに実質的にこう形が見えてきているような側面もあったりだとかして、このままもう枠組みが決まっていってしまえば、きっとそこで新たにこう知見を求められたりだとか、そういうフェーズには入っていかなくなるだろうというふうにも思うので、今回の第2回にかけての意気込み聞かせてください。はい、ありがとうございます。本当今回その日本政府以外、日本のメディア含め日本の市民の人たち多く集まってきているので、第1回目と同様なんですけれども、この会議の中にいかにこう日本の存在感を出すかみたいなところ、それから日本国内におけるその条約の認知度をいかに高めていけるかというところが重要になってくるかなというふうにも思いますので、その中で自分の役割をこう発信して発揮していけたらなというふうに思っております。そのためにもに日本の和装でやってきたということなんですかね。そうですね。これは被爆者の方にお借りした着物で、1回目の時と同じなんですけれども、着物の力を借りることでいろんな方インタビューするハードルが下がるので、ちょっといつも力を貸してもらってます。